はいどうもピューキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ふにゃ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 かっこトロールということでやれ読めんくな。でもさ、なんとなく雰囲気でザ・トロールアウトイントロールって書いてるように見えるんだよね。ということはこのコース、トロールの中のトロールの外という意味なんじゃないんですかねそれじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.71% で、久しぶりなんじゃないかな、日本人の方のトロールコースをするのって。同じ日本人として期待してるぜ。はいどうもこんにちは。まずこのハテナはコインかちょっとボス戦には早くないですか。しかも忠実だな、ボムヘイマルだけで来るなんて。ちょっとノイティよ、大丈夫ってクリパノイティよでけえ開幕クッパー。それじゃあすぐ右に走ってクッパを抜けろっていうことなんだね。左のハテナブロックいい仕事するな。気になって叩くな。ここは上ジャンプ。はっ、許せ、待ってまさか下に行けるなんて思わなかったな。そんじゃあここは何もしなかったら USA キノコが取れるんだね。そして次はブロックを叩けっていうことだったね。さあ行きましょう。そして次、ここ怪しいな。上に一旦ジャンプしてみる。ジャンプ大丈夫これ、上に行けないんだけど。あ、下ためか、下ができない、壁が邪魔っす。あれこれ、あ、できたできた。一旦ジャンプして下に行ったらいけるんだね。そしてここから上に行けと、そういうことか。それじゃあチビになって土管に入っていきましょう。なんか今日ちょっと変わってる感じのトロールコースだね。さあここからどうすればいいんでしょうか。ファイヤーフラワーがいるんだけど、これかちょっとファイヤーフラワーが出てきて消すの早すぎない、今のブロック。頼む、キノコが出てきた後にさ、いや、やり直し聞くかな、やり直し聞かせて。はい、ダメ。それじゃあここファイヤーフラワーが落ちてきた瞬間取る。ナイス、危ないって。ちょっと出てくるの早いんだって、もうちょっと時間猶予くれよ。そしてこのブンブン嫌な予感がするな。踏んでいいのかこのハエ野郎がまさかブンブンの裏に針が隠されてるとはな。じゃあここは左側で振っておけば先に進めるっていう感じだね。うわ、絶対あの石エンジン来る。なんで、ダメに出しちゃう。それも我々に引っかかるんでしょいや、やっぱりね、ジャンプしたら何が出てくるんだろう。あ、バブルか。いや、ファイデはいらないって。早くやらしてよ、バブル。熱って言わせてよ。どっちなんだよ、これは。それじゃあここはパックンがやられた瞬間にジャンプしたらいける。ナイス。今僕自身の体もジャンプしてしまいました。ここはどうすればいい。キャー、結構さ、マリカーとかでカーブするとき体が一緒に曲がっちゃうタイプいない？あれ見るとめっちゃ可愛いなって思うんですけど。じゃあ僕も可愛いっていうことだねじゃあ中間ポイント無事取れたんだけど、こっから上に行けっていうことかな。こっちしかないもんね、行き道。さあまた画面の情報量多いな。このフラワーはフラワーなのか。どこ行ってんの、頼むって、こっち来てって。上はなんで左に行ってんのじゃあ叩いて左の場所に追っておけっていうことだったんだろうね。もう分かりました。一旦ここでフラワーを出して、この場所ギリギリで待っておけばフラワーが取れる、そういうことだと思うんですよ。お前じゃねえんだよいや、どういうことよ、このフラワーは。じゃあどうやって取れんのよ。はっ、待って、わかったわかった、取り方。あのね、ここ右の壁にしっかりついてフラワーを出せば下に落ちてくるっていう感じなんだね。うわ、夜ステージまだよくわかんないな。じゃあ一旦ここはチビになって右に進めと。成敗されたでござる。いや、ちょっと成敗されたでござるで、やらせてくれよ。さかじゃこのコースだいぶ僕の喉をやりに来てるね。それじゃあここは右にジャンプしていいのか。よしあのバレ野郎は大体罠なんだよな。じゃあここはあーって言われたけど、あ、右に進めないんだね。上は、えボケーン。え、じゃあここ下に行けっていうことなんかな。バレ信用していいのそんなにギャップしても意味ないからね。じゃあ上に結局行かないけんよね。で上、あ、これでボム兵がいなくなってるっていう感じなんだね。え、さっきとどっそれはわかるかー
ごめんよバネちゃん、今回信用しないで。でもバネちゃんが悪いんだよ、いつも僕を裏切るからさ。じゃあこのドアに入った瞬間、上を押しっぱでつさじ捕まる。さあ行きましょう。いやそれもわからんやろ。じゃあさ、ここジャンプしたらいけなかったんでしょ。そんでどうするかなんだよな。いやもういいって、ここでやられるの。まだどのタイミングで上に行けるか分かってないんだけどな。砲台が来た瞬間ジャンプ。なるほど、これでいけるのか。これはやばいよ、感しかしないな。めっちゃ右に飛ぶやつでしょ。うー緊張する。でも楽しみなところ、行ってきます。それは行き過ぎだよ絶対に。なるほど、左のツタに捕まればよかったのか。今回さ、このコースめっちゃクオリティ高くない？そして僕このギミックめっちゃ好きなんだよな。さあ2度目行ってきます。よし。この上にバーを置いてあるのは優しい。さあそろそろ中間ポイントあるのかな。え、中間ポイント、はっ。あのバネ野郎が、これ下行ったら絶対バックにやられるだけでしょ。あっつ、こっちが正解だったみたいだ。熱すぎ。さあ行きましょう。これで中間ポイントが取れるっていうわけなんだね。いやたまにはバネ優しいことしてくれるじゃねえか。さあこのままどんどん進んでいきますか。もう僕はバネと友達だからね。はっ。よし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 。さあここは上かな。あっつ、もうわかりました。雲の上から右に行けばドアに入れるっていう感じだね。はっ、さっきと違うやんか。来るな来るなって。あー、ここわからんくない？ P ブロックが出てくるより早く上に行けっていうことかな。こっから上。また来るのか、やんのかこの。それじゃあもう一つしかないと思うんですよ。この赤ブロックの中に隠れておく。そしたらね、当たらないんだよね。これは知ってたんだけど、これね、もし違ってたらガマになっちゃうから怖いんだよね。するの、この後どうなるんでしょうか。やった。さあ進んでいこう。あ、分かれた。さあかかってくるがいい3本。僕は完全にシェルターに守られてるからね。もう僕を止めるやつはいないさ。で、ここちゃんと上から行こう。さっき忘れてました、申し訳ない。さあここは楽しそうだな。ドクロリフト取ってすぐになる。なんで右に行くの。それじゃあここはドクロリフトに乗った瞬間すぐジャンプしろって感じだよね。あ、待っておけばよかったの。そしていや雲に乗ると思うじゃん今の。なあ三本、俺もう疲れたよ。35年だか36年だか知んないんだけどさ、もうどんだけやられてると思ってんの。お前も辛いよな、やられまくって。今度飯食い行こうぜ。いや違うんだって、ほんと隠しブロック系弱くてさ、忘れることが多いんだよな。じゃあここはドクロレッド乗ってすぐジャンプ。さあ行きました。これでやっと取れたね。でこの雲に乗ったまま上でいい？いや行き過ぎでしょそれ。捨てなくちゃいけないのか。捨てて左に行けっていうことだね。それでここは画面外に押し出されるしかないよね。こっからどうなる？上？いやドア入れないもんね。どこにいる？いやそれはずるい。どこにいるかわかんないもん。じゃあここは多分右を進化しておけっていう感じだと思うよ。さあ行きますか。それで魚は避けれるっていう感じだね。もうそろそろゴール近い。そんな演出じゃないのか。この砲台上に上がってくるだろう。なんかゴールっぽくない？あのガリガリの中がゴールとか、そんな感じなんじゃないかな。うわ違うのか。じゃあこの土管入っていく。うわ上、うわどっち、そこか。いやまだワンチャンあるよね。頼む。はっ、やった。いやでも右の土管めっちゃ気になるな。何があるんだろう。さあ戻ってきたよ、あの赤い土管。何があるんでしょうか。頼む死に耐久。はっ、入れない。ここまで来るのにどんだけやられたと思ってんの。俺の努力を返してくれ。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。そうクローズ3ということで、だから閉まるという意味でしょうか。そしてこのコースツイッターで教えてもらったんだけど、ノコノコカーに乗って右に進んでジャンプするだけでクリア率が 0.29% らしいんですよ。そんなことある？たったそんだけでそんなにクリア率が下がることってあるかな。そして説明文見てもらっていいですか。 So close you can taste it P って書いてるでしょ。あの P きっと僕のことだよ。
いや僕もついに世界に進出してしまったか。すいません、噛みました。進出してしまったかっていうの難しくない？今も噛んでしまいそうになりましたけど、じゃあ一旦このロクロクカーに乗って右に進んでみようか。そんだけだよね本当に。でジャンプして、なるほど、超ギリギリ設計にしてるっていうコースだろうね。まあ数々のギリギリ設計をこなしてきた僕、そんなに難しくないと思うんですよ。ここでギリギリでジャンプ。いや違うんだって、あんね、このノコノコカーに乗るじゃん。そしたらギリギリの場所っていうのがめっちゃ把握しにくいんだよね。いったって前らへんでジャンプしてここ。何回転してんだマリー。逆にすげえな、回転しながら降りるって。ちょっとどの辺でノコノコカーを捨てるのが一番いいか試しててみるね。まずてっぺんの時。うわ全然届かんばい、これ。それじゃあノコノコカーをゴールポールまで目いっぱい近づける。そっからノコノコカーを乗り捨てる。みんな知ってた？このノコノコカーに乗るじゃん。そして下ボタンを押すとクラクションを鳴らすことができるんだよね。聞こえるかな？プワンプワンって鳴ってると思うんだけど、これを駆使しながらクリアしていく、それが正解だよ。みんな見てて。ドケドケマリン様の通りだ、よろしくジャンプ。何やってんだろうね。パラリラ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 、今日はなかなか車の調子がいいみたいだな。最高が悪い、パラリラジャンプ。ギャー、そろそろ真面目にやっていこうかなと思います。見てくれてる方が増えてる中でこんなことやってたら嫌われちゃうかもしんない。でもね、これ本当にめちゃくちゃ厳しいので、僕考えてることがあって、このノコノコカーって壁に3回当たったら壊れるんですよね。で1回当たった時見てくれるかな、ほら部品のパーツが落ちてってるでしょ。で2回目当たってこれで軽装化できてるわけなんですよ。さあこっからスーパージャンプが見せれると、そういうことですね。そんなことあるか。僕もですね、普通に実況できるんだよ。でも体が求めてないっていうか、みんなが求めてないっていうか、勝手にこういうふう、よしそろそろちゃんとしていこう。マジで攻略していこう、このコース本当に難しい。ギリギリを狙ってなかなかいいんじゃない、これ。くっきっちー、これ本当に届かんばい。これマジで集中して無言でやっていいかな。これ地上で走ってるのと違ってさ、ノコノコカーの端っこギリギリのジャンプマジで難しいんだよね。はい、いやどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてぴよきんぐのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。